カネフラワーチャンネル始まります。皆さんご機嫌いかがですか？どんなアレンジメントになっているでしょうか、ね、どうか最後までご覧くださいね。私は初めましての方、私は70代のフラワーデザイナーです。45年間サカネフラワースクールを主催しております。リースを今から作りますが、やっと
ベースが出来上がりましたね。リボンを巻いて、途中でリボンが足りなくなりましたが、ほとんどベースは見えないので何色でも構わないです。ただこの釣り手のリボンは後に紫色に変えさせていただきます。今からハート の中心のところから右左に増加をつけていきます。マーガレットの、つぼみのようなものですね。これをつけていきます。右中心から右左ですね。この時グルーガンがね、すぐつけてすぐ離す、手を離すと落ちますので、グルーガンをつけたら10秒ぐらいは押さえててください。10秒20秒ぐらいしないとグルーガンが固まらないです。逆に、グルーガンをつけてから思案してる、考えたりしてると10秒とか20秒がすぐ経ってしまって、グルーガンがカチカチになってつかないということですね。ホット、熱くないとくっつかないので皆さんご注意ください。タイミングがいります。熱いのをくるくるっと巻いたら10秒以内につけて、そして目打ちかなんかで押さえて10秒っていうことですね。で、目打ちで押さえてもいいんですけれども、いちいち押さえるとまたそれはそれで大変なので、麻紐をくるくるっと巻きましたよね。そこにちょっと挟んでおります。そうすると10秒もじっとこう持っていなくても、麻紐に引っ掛けたり、それからペーパークッションで引っ掛けております。今目打ちで押さえたりもしております。やけどをしないようにくれぐれも、怖い方は左手に手袋を履いて、そして右手はグルーガンを握るだけなので、やけどしないと思いますので、右手も履いてた方がいいかな。右手やけどした方いらっしゃいますのでね、視聴者様のコメントに書いてありました。そしてやはりね、ゆっくり動画をね、あんまり早送りしないでくださいっていうご希望がありましたので、なるべく時間の無駄のないようにですね、ただただリボンを巻くところは早送りにして、それからこうデザインしているところはゆっくりにしております。右側と左側の波がありますね。ハート型ですので、ここでちょっと一旦止めますね。こういうふうにベースを作ります。それから今からマーガレットを配置していくわけですが、濃い色のマーガレットの配置をまず決めた方がいいですね。やっぱり濃い色は目立ちますから、濃い色を先、というふうに目立つ位置につけております。それからあと2色ほどベージュと真っ白とがありましたので、それを均等に配していくのがコツだと思います。で、当初1本ぐらいで足りるかな、マーガレット1本100円で足りるかなと思ったんですが、やはりねちょっと寂しい感じがいたしましたので2本使いました。でも1本でもできなくもないと思いましたよ。ペーパークッションとかリボンがちゃんとね、下地がちゃんとベースがリボンで囲ってありますので、1本でも別におかしくはないと思いましたが、2本にしましたらより豪華で可愛くなりました。最後までどうぞご覧ください。そしてハート型もいつも言うようにかまぼこのようにですね、上だけじゃなくって側面ね、内側外側もつけましょうね。それでないとバランスが悪くなるんですよ。そして時々ね、壁にかけてちょっとこうどうなってるかなって、途中でもいいのでちょっと壁にかけてみると、あそこがなんか寂しいなとか、ここが変だなっていうのがよく見えますので、あまりテーブルに置いたままでね、上からずっと見てるとちょっと見る角度が違いますよね。壁にかけて見る時とね違いますから、そこのところを、そしてハート型っていう形がね、やっぱりなかなか難しいので。最初ハート型、ハート難しいなと思われる方は丸いこのスタイルフォームも売ってますので、丸でやってみられてはどうでしょうか。でも次々チャレンジしてみてくださいね。
でしょうか。ここまで見てね、ハートはちょっと難しいなと思われる方は、丸い同じねスタイルホームのリースがダイソーにありますから、丸から始めてみられてはどうでしょうか。ハートはね、この出てるところですね、そこをぷっくりとさせるといいですね。それから尖ってるところにはね、下の方ですね、ハート型の下の方はあんまり花を入れない方がいいと思います。まあ何事もチャレンジが大事だと思いますので、丸で一つ作ってみて、それからハートで作ってみてはいかがでしょうか。マーガレット、日本でとっても可愛いハートのリースができます。令和2年のリースはダイソーのハートリースですよ。視聴者様からなるべく早送りしないようにとコメントがありました。でもね、ちょっと少し早送りさせていただきましたが、16分にもなってしまいましたので、まあどこをね早くするというわけにもいかず、どこをカットするっていうわけにもいかず、このようにちょっと今日は長めの動画配信となりました。最後までご視聴いただきありがとうございます。どうかチャンネル登録もよろしくお願いいたします。今日はダイソーで購入のハートとマーガレットの造花でとっても可愛いハートの壁飾りを作りました。さかねフラワーチャンネルでは夕方配信しております。それでは皆さん、本当にくれぐれもウイルスちゃんには気をつけて油断しないでくださいね。お家でこのように手芸いたしましょう。ごきげんよう。